フロントでは二例出支配人以下、大鳥副支配人、谷さんらホテルマンたちが集まり、何やら相談していた。事件が明るみになった今、ホテル側としての今後の対応などを話し合っているようだ。いや、話し合っているというより、見た感じでは、大鳥副支配人が一方的に通達している。大鳥副支配人は僕たちを見るなり、露骨に嫌な顔をした。ちっと下打ちまでしたようだ。<laughs> 嫌なやつ。だが、その程度でひるむような鴨泉警部補ではない。 むしろ足音も高く従業員たちの輪に踏み込んでいく思ったより早く露見したんで慌てふためいているのかしらまるで大鳥副支配人が悪事を企んでいたかのような言い方だそれを聞いた大鳥副支配人はむかっと腹を立てたみたいで何か言い返そうとしたが二礼出し支配人がやんわりと間に入る本当にご連絡が遅くなってしまい申し訳なく思っております私どもとしましては 状況がはっきりしてからお知らせした方がよろしいかと思いましておためごかしも大概にしてください今このホテルで起きていることはれっきとした犯罪ですそれを隠蔽し続けてきたからこそ今日また起きたんじゃないですか本当に申し訳ございませんでしたさすがに語気も荒くなってしまうがそれでも二例だし配人は深々と頭を下げた被害者の部屋にシャンパンのボトルがありましたがあれを届けたのは 鴨泉警部補はぐるりと従業員を見回したあれは私がお届けに上がりました手を挙げたのは谷さんだ腕を組んで谷さんに目を落としたその時部屋には被害者のほかに誰かいましたか特に気づきませんでしたと申しますか見ていないというのが正確なところです見ていないはい今回も私は室内までは入っておりません 被害者があとは自分がやるからというのでワゴンごと渡してきたのだという私としましてもなるべくお客様のことには詮索しないようにしておりますので他に何か気づいたこととかなかったかしらそう言われて谷さんはしばらく考えていたがふと思わぬことを口にしたそういえば何かの花の香りがしました花の香りうわこれさ俺なんかさっき怪しいみたいに言ったけどさ先生のじゃんね香水のね はい。部屋に入った時に、ふわっと。僕は見てきたばかりの部屋の中を思い出す。どこにも花なんて置いてなかった気がするが。鴨泉警部補、花なんてありました。なかったわね。だとしたら、その香りとは。香水そういうことですよね。皆さんお揃いで。何ですかまた事件でもありました僕たちの会話は、下た声で中断した。そちらを見ると。 スポーツの記者落合さんが満面の笑みを浮かべてこちらへ近づいてきていた薄っぺらい表情が彼の人間性を物語るようでもあるさっと営業スマイルを浮かべて会釈をし目を合わせないようにしてホテルマンたちは散っていく空気をわきまえることなく落合さんは僕たちに歩み寄ると鴨泉警部補の顔を覗き込んだ「教えてくださいよなんか事件あったんでしょだからみんな揃ってるわけですよね?」 鴨泉警部補はあからさまに無視し、僕たちも横を向く。じゃあ、こうしましょう。交換条件。ギブアンドテイクだ。私も重要な情報を教えますから。ね。落合さんは、誰もうんと言わぬうちに、勝手にべらべらしゃべり始めた。えーとですね、お見せしたいのは、と。ああ、あったあった。これです。そっぽを向いた鴨泉警部補には頓着せず、落合さんはカウンターの上に、1枚のコピー用紙を広げてみせた。粒子は洗いが。 と,うとうスポーツ紙の紙面をコピーしたものだとわかるこんなものを自分たちに見せて何のつもりださすがに邪魔くさくなったのか小暮さんがいつもとは180度違う高圧的な態度で尋ねるよく見てくださいよほらこの記事です落合さんが太い指で指し示したのはメスを握った多重人格者と戦場的な見出しがつけられた記事だったこれ私が書いた記事なんですがね 多重人格者を取り扱った記事のようだがそれは医学的な文章などではなくただひたすらに驚どろおどろしさだけを追求したくだらないものだ都内の去る病院には多重人格障害を患った人物が患者ではなく医師として出入りしているその人物は恐ろしいことにバラバラの人格のままメスを握り挙げく手術中に意識を失って重大な事故を引き起こした怖いね彼女の中に隠されているのは慈愛に満ちた医師の人格ではなく血に笑う殺人鬼なのだ 読者の下世やの好奇心を満たすためだけに書かれた取るに足らない文章だ。今んとこあの先生に <laughs> 当てはまっちゃうけどな。本文中、その一種は仮名で呼ばれているが僕には分かった。これは、七原先生のことですか。さすが刑事さん、察しがよくて助かります。ある事件の後追い取材でこの島に来ていたと言っていたが、それが七原さんの医療ミスのことであったのか。私がお伝えできるのはここまでです。この記事を。 今このホテルで起きている事件とどうつなげるか、それは刑事さんたちのお仕事ですからね。さ、それではそっちも情報を。こんなネタで私たちが教えると思うの、警察も安く見られたもんね。鴨泉警部補が吐き捨てるように言った。おやおや、こんなネタだとおっしゃるんですか七原のぞみの医療事故のことは、もうとっくにつかんでいたわよ。本当ですか落合さんは目をすがめた。鴨泉警部補は、 いつもブラフを効果的に使う反面本当のことを言ってもそれがブラフに聞こえてしまうという弱点を持っている僕らが医療事故のことを知っていたのは本当のことだが鴨泉警部補が言うと本当が本当に聞こえなくなる <laughs> なんか損するな逆にこういった場面では海線山線であろう落合さんがなかなか信じないのも無理からぬことだ教えろ教えないの押し問答が続くその時だ ホテルの正面玄関にタクシーが乗り付けられると小さな人影が走り出てきた雨のシャワーを浴びながら自動ドアから駆け込んできたのは七原さんだったまさに今彼女の話をしていただけに思わず僕たちは凝視するが張本人の落合さんはさすがに本人を前にして手の内を明かすわけにはいかないとばかりにそそく里どこかへ行ってしまったこれどうぞいつもと全く変わらないにこやかな態度で谷さんが七原さんにタオルを差し出す ありがとう。七原さんは濡れた頭を拭いながらフロントに歩み寄ってきた。二礼出し配人に用があったみたいなのだが、僕らに気づき、会釈する。それに会釈を返しながらも、僕らは七原さんの一挙一動に注目する。ご苦労様でした。二礼出し配人が出てきて、うかがうような顔で声をかけた。で、どうでしたなんとか一命は取り留めました。七原さんが深刻な面持ちでそう答える。そう。 よかったほっと胸をなで下ろす二礼出支配人に七原さんも「そうですね」とうなずいた七原さん青山委員に行ってらっしたんですって早速鴨泉警部補が話に割り込んだはい大鳥副支配人から電話がありまして金もすぐに向かってくれってその時あなたはどこにいたのかしらすでに尋問区長になっている当直ではなかったので自分の部屋に帰って寝てました七原先生は このすぐ裏手にある従業員寮に住んでいらっしゃいます二例だ支配人が説明を加えるその従業員寮には他に谷さんや福井看護師厨房スタッフなど一人暮らしの従業員が住んでいるのだというでもあのあれですよね仕事場と住んでるとこが近いってメリットでもあるけどなんかね休みの日もなんか仕事感というか <laughs> 感じちゃいそうだ俺なんか苦手そうだなちなみに大鳥深い 大福支配人ら家族持ちは自宅から通っており、二例だ支配人はホテル内の一室をあてがわれているそうだ。でもその分家賃は安いんだろうからね、そのあれですよね、それを全く気にしない人だったら得しかないって感じだよな。七原さんへの警部補の質問はまだ続いた。ずっと部屋にはい、電話をもらうまでは疲れてたので、ぐっすり眠ってました。そのことを証明できる人はいませんが どんどん警部補の口調がきつくなっていくので僕は2人の間に入ったその患者さんはどういう状態でしたすると七原さんは深く息をつきこう言ったはい左の肺がありませんでしたそっか肺って一応2つあるもんねあんまり詳しくないですけどそのあたり詳しく話を聞くために僕らは医務室に場所を移した片方なくなってもいいのか肺ってねえ つめられるまま黒い合皮のソファーに僕らはそろって腰掛けた小暮さんだけが遠慮してその傍らに立ち尽くすひとみさんの白衣姿からは彼女の鋭さ隙のなさを感じるが七原さんの白衣姿は部屋に立ち込めた消毒液の香りと相まってどこか浮世離れした印象を受ける彼女に聞きたいことは山ほどあるのだがいざ向かい合うとなかなか切り出せないかといって鴨泉警部補に任せるととんでもないことになりそうなので僕は話の取っかかりを探した 七原先生。いい香りの香水ですね。漁の暮らしはどうですかこの島の生まれなんですかいや、このいい香りの香水ですね。直接的すぎるよなぁ。寮の顔、漁の暮らしはどうですかシンプルに個人的に気になるね。漁の暮らし、全く問題ないって思ってるのか。俺以外に意外と気にしちゃう人だから、なんか嫌なのか、みたいな。この島の生まれなんですか <laughs> 事件に関係するって意味で言ったらめっちゃこれなんですけどね。いい香りの香水。 まあこれにしよっか。パリーン。僕の質問に、七原さんは照れくさそうに笑って答えた。ありがとうございます。ほら、医務室ってどうしても消毒液臭くなるじゃないですか。でも逆にそんな匂いの隙を残すとは思えないから、犯人がね。って考えたら、七原さんの香水を使って、七原さんだと、あの、仕向けた可能性はありますよね。だから少しでもお客様に不快な思いをさせないよう、気をつけるようにしてるんですよ。いつもこの香水をお使いなんですか はい、スーパーで売っている安物ですけどそうなんですか僕が訪ね返すと七原さんは微笑んだ私昔からそうなんですよ化粧品なんかはコンビニで済ませちゃいましたしコンビニこの島にコンビニなんてあるのかしら鴨泉警部補がポーカーフェーズで質問するあなたこの島の人ではないの七原さんが東京の大学病院にいたことは既に知っているのだがそんなことなどお首にも出さないはい 私この島に来てまだ長くないんですよその前はその東京都内の大学病院に七原さんが口ごもったなんだか触れられたくなさそうだあらそうなのどこの病院遠慮のない警部補の質問に七原さんは渋々と言った感じでとある大学病院の名を口にした著名な大学病院だでももったいないわね そんないいところに勤めていたのならわざわざこんな偏僻な島に来ることもないでしょうにすると七原さんはまっすぐ僕らに目をやり寂しそうに微えんでいった本当は私が退職した理由もうご存知なんでしょういいえそんなことないでありますもうさっぱりそうでありますよね先輩 <laughs> もうわかりやすいんだから慌てて小暮さんが口を挟んだがそのうるさいぶりはかえってそれを認めたことになってしまった鴨泉警部補は こちらからか手の内を見せてなるものかと言わんばかりに何も言わず、七原さんの次の言葉を待っている。い,いえ、いいんですよ。昨日青山先生に会われたって聞いたときから、そんな気がしてましたから。どこか達観したような、すがすがしささえ感じる顔で、七原さんは言った。僕は正直に話すことにした。警部補には悪いが、ポーカーをするようなやり方は、どうにも僕の佐賀には合わない。はい、青山さんから伺っています。確かその 医療事故を起こされて退職なさったとかその通りですわ手術中のミスで私は患者さんの命を奪ってしまいました人を救う術を学んできたこの手で私はかけがえのない命を自ら奪ってしまったんです当時のことを今さらとやかく言い訳するつもりはありません一時は医者を辞めることが償いの道かもとも思ったのですがそうしたところで死なせてしまった患者さんが生き返るわけではありませんしこんな手でもまだ救える人がいるかもしれない そう思って募集広告で目にしたこのホテルに来たんですがやはり私にはもう人の命を救うなどという大それたことは許されなかったんですけしゃなその手と指先はこれまでに何人の命を救ってきたのだろう過ちはたった一度のことだが命に代えはきかないそのことは他ならぬ七原さん本人が一番よく知っているのだ最後の言葉と同時に膝の上に広げていた両手をキュッと握りしめた 手のひらに育んだ自分の誇りまでも握りつぶしてしまうように許されなかったとはどういう意味かしら事故のトラウマなのか私はメスを握ることができなくなってしまったんですあ犯人じゃないフラグだと言いながらあの実は目が見えてるみたいな <laughs> 実は使いますみたいなパターンもありえるからね全然あれなんですけど僕はハッと身構えたもしそれが本当なら七原さんは犯人ではありえない鴨泉警部補もそこをついた それは比喩表現としてかしらいいえ実際にです恐怖症の一種に先端恐怖症というのがありますがそれと近い感じといえばお分かりいただけるでしょうか自分はよくわかるであります小暮さんの場合は血液恐怖症というより極度の怖がりなだけという気もしないではないがいずれにしても恐怖の対象と向き合った時強硬状態に陥ってしまうという点では同じかもしれない 自分はメスを握ることができないからこの事件の犯人ではないそう言いたいのねはい七原さんの言葉を出組みして聞き入っていた鴨泉警部補はおもむろに立ち上がると断りもなく棚を開いてあるものを取り出したあなたの言葉を疑うわけではないけど実際にどうなるのか見せてもらってもいいかしらその手に握られているのは銀色に輝く鋭利なメスだ七原さんが本当にメス恐怖症かどうか その真偽を確かめるために鴨泉警部補は彼女にメスを握らせようと考えたのだろうまあでも人格が別であるって考えたらねこの七原先生はダメだけど別の人格の人は大丈夫みたいなのもありそうだよな疑うわけではないけどと前置きしておきながらしっかりと疑っているところが何とも鴨泉警部補らしい果たしてメスを突きつけられた七原さんは一気に真っ白になった顔でそれでも気丈にうなずくと机に置かれたメスに向かってそろそろと手を伸ばした マルデスコに置かれているのはメスなんかじゃなくピンの抜かれた手榴弾か何かのように部屋の空気は瞬く間に張り詰めたものとなり七原さんの荒い呼吸と嵐が窓枠を揺らすとだけが鼓膜を震わせる震える指先がメスの絵をつかみ七原さんは今にも倒れそうな顔で僕らの方へ向き直っただがその手は痙攣するように激しく震えているあの手つきではとてもではないが人体に切っ先を入れることなど不可能だろう 七原さんはおどおどした目つきで僕らに目くばせをしやがて耐えきれなくなったのかメスを気丈に投げ出すとそのまま洗面台へと駆け寄ったうぐごほ大丈夫でありますかすみませんごほすかさず小暮さんが飛んでいって白衣に包まれた背中をさする極度のストレスにさらされたせいか嘔吐としてしまったようだうーん 胃袋の中身を全部吐き出した七原さんが見繕いを整えるのを待って僕らは再び会話に戻るお見苦しいところをお見せしてしまって申し訳ありませんでしたいいえこちらこそ無理な注文をしてしまったみたいだわもう体は大丈夫はいもう吐くものもありませんからそう言って苦笑いする七原さんの目の縁はまだほんのりと赤く染まっているでもメスを握っただけで吐くようじゃホテルの勤務員も難しいんじゃなくて ご覧の通りここは応急手当て程度の処置しかしませんからメスを握るようなこともそうないのでただ一旦そこで言葉を区切って七原さんは大きく息を吐いたそうすることで胸の中のわだかまりも吐き出せるのだと信じているようにやっぱり青山先生は快く思ってないみたいでして緊急手術をしなくてはいけない時でも私は素人同然ですからなるほどこういう経緯もあって青山さんと七原さんの関係はぎくしゃくしていたのだろう だから大山さんもあのようなきつい言葉になってしまうのだそうでしょうねその先端恐怖症というかメス恐怖症を治すつもりはないの治せるものなら治したいというのが正直なところなんですがそのためにはまず手術中の記憶を取り戻さなくてはいけないようなので当時の記憶がないのでありますかええ医療事故の様子は人づてに聞いてはいるんですが自分の記憶としてはさっぱり乖離性健忘ね 鴨泉警部補の口から出たのは聞き慣れない単語だった小暮さんが眉間に深いしアを寄せて尋ねる「乖離なんでありますか「帰離性健忘望よ局所的な記憶喪失みたいなものね人は自分の心を守るため辛い記憶は忘れるようにできてるの忘れてしまえばその記憶に苦しめられることもなくなるでしょうはあなるほどいずれにせよ医療事故のトラウマで目線を握れなくなることがあるのかどうか そこを確かめることがまず必要だその答えを知ってそうな人といえばいたこっからはるかに離れた東京に一人いたあの先生かな真相心理の何だっけ丸眼鏡の人 <laughs> 部屋に戻った僕はベッドに腰掛け携帯電話のメモリーを呼び出した掛けた先は東京にいるひとみさんの携帯電話だまぁつりかけたらひとみさんで十分か なんだっけディープラーニングみたい。ディープラーニングじゃないなんか。いたよね。名前忘れちゃったな。呼び出し音が鳴ること数回、携帯電話からクールなひとみさんの声が流れ出る。はい。あ、もうそれです。今は大丈夫ですか構わないわ。ちょうど手が空いたところだから。そっちはどうみんな元気にしてる天気は最悪ですが、それ以外は快適ですよ。そう、それは良かった。さて、こっからが問題だ。聞きたいことはいろいろあるが、 遠く離れた場所にいるひとみさんに余計な心配をかけるようなことはしたくない僕はあらかじめ用意していたセリフをできるだけ自然に聞こえるように口にした何しろ外出もままならないんでずっと部屋でミステリークイズばっかりで <laughs> 何その言い訳ミステリークイズええ鴨泉警部補が事件の問題を出して僕と小暮さんで推理して真犯人や手口を当てるっていう遊びで呆れた休暇に行っても仕事みたいなことしてるのね 何しろあの鴨泉警部補が一緒ですからなるほどそれでそのクイズに答えるために何か私に教えてほしいってところかしらさすがとみさんご名答ですどうやらひとみさんは僕の言い分を信じてくれたようだでその知りたいことというのは人のトラウマについてなんです例えば医療事故を起こし患者を死なす代謝がいるとしますよねその人の心にはトラウマが残りそれが原因でメスが握れなくなってしまう なんてこと実際に起こったりするんでしょうか時折ノイズが混じるだけでひとみさんは沈黙したままだひょっとして嘘がバレたのではとそわそわしていると不意に声が届いたそうねトラウマつまり心的外傷というのは外部の要因で大きなショックを受けそれが心の傷となって長期間その人物に影響を及ぼすことを言うのただ辛い記憶というだけで済んでいるうちはいいけれどその傷が引き金でストレス障害を引き起こすようになると PTSD つまり、心的外傷後ストレス障害と呼ばれて、専門的な治療が必要になる。ここまではわかるわね。はい。犯罪に巻き込まれた人たちの中にも、同様の症状を示す人は少なくない。ひどい暴行に遭い、人間不信になってしまう人。ガスの染み忘れから来る火災で家を失い、それからは何度も元栓を閉めないと気が済まず、芝居には外出してもそれが気になってしまい、出かけることもままならなくなった人。非日,日常の大きな出来事は、人の心、 精神といいった柔らかなもものをいともたやすく歪めてしまうそういった心的外傷に対する防御反応はいろいろあるんだけどその中の一つに「乖離性健忘というのがあるのなんかさっき言ってたよね局所的な記憶喪失のことですよね鴨泉警部補の受け入れどころかそっくりそのままの言葉だだがひとみさんは感心したように声を上げたよく勉強してるじゃないその通りよ話を元に戻すと仮にその医者が医療事故を起こし乖離性健忘を起こしたとする 当然事故の記憶はないし人命を奪ってしまったという罪悪感からも解放される本人にとっては好ましい状態ねではここで質問よプライムクはメスという単語から何を連想するかしらメスですかそうですね医者とか手術とかそうね100人に聞いてもほぼ似たような回答が出るでしょうね医療事故を起こした医者にとってもそれは同じことのはずよつまりその医者はメスそのものを恐れてるんじゃないメスから歓喜されるイメージ いいてはそれによって封印された記憶が蘇みがえることを恐れてメスを持てないでいるんじゃないかしらそうかメスを手に手術をすれば嫌でも事故のことを思い出してしまうそれは精神に非常な負担となるから閉ざされたドアが開かないよう鍵も遠ざけておくなるほどそう考えると納得できる気がしたありがとうございますひとみさんどういたしましてそれにしても一体どんなクイズやってるんだか今度顔を出した時にでも教えてちょうだい ええ、忘れてなかったらそれじゃあもういいかしらそろそろ私も仕事に戻らないとはい助かりましたそれからみんなあんまり危ないところには近づかないように好奇心は時に命取りよ兄さんと優香さんに重点的に伝えておきますそうしてもらいたいわその言葉を残し電話はぷっつりと切れてしまったひとみさんも何かと忙しいのだろう携帯電話をベッドの上に放り出すと僕はこの事件について整理をすることにした 絶対、セルフクエスチョン。